酸化銅は化学式 CU2O で表される銅の酸化物で赤色内し赤葛色の結晶、または結晶性粉末。CAS 登録番号は1317から39から1。水にほとんど溶けない。紀塩酸および気流酸、塩化アンモニウム溶液、アンモニア水に加用。有機溶媒に不要。有点は 摂取1232度で摂取1800度で分解して酸素を失う。乾燥空気中で安定であるが湿った空気中では徐々に酸化され酸化銅に変わる。フェイリング反応に陽性の物質はフェイリング液を還元し酸化銅を沈殿させる。類似した用途に使われるベネジクト液も同様の反応を起こす。脳塩酸に溶けてジクロロ動酸を生成する。 酸化銅は整流作用を持つ物質であり、シリコンが標準となるよりかなり前の1924年に、酸化銅を使用した整流ダイオードが作られ、産業的に利用されていた。天然では、尺銅鉱として産出する。尺銅鉱は宝石にも利用される鉱物である。航鉱中の摩擦抵抗の増加による燃費の悪化を招く。 富士壺の付着を防止する作用があり、有機鈴化合物に比べ毒性が低いため、船底塗料に使用されるが、異種金属間のガルバニック腐食が生じるため、アルミニウム底には使用できず、繊維強化プラスチック、木製の船底に採用される。ありがとうございます。